伊笠鉄道跡地本線は、かつて、岡山県笠岡市の笠岡駅と茨城市の茨城駅を、結んでいた伊笠鉄道の鉄道路線である。開業時は1日6往復、おおむね2時間から3時間間隔で運転され、所要時間は1時間22分であった。軌道自動車の導入開始時には、従来の蒸気機関車牽引列車の運行本数は、そのままに、 その感激をつく形で1日8往復を増発。この時代の非電化地方施設としては、異例の高頻度運転を実現している。戦時中は、燃料不足から機動車列車が減便され、1日8往復、所要時間は1時間9分から1時間11分であった。戦後の機動車構えは1日に、旅客11往復、貨物1往復が設定されていた。 これに対し、機動車過後は1日18往復前後、おおむね朝夕40分ごと、日中60分ごとの間隔で運転され、機動車の出力向上によるスピードアップもあって、所要時間は41分から50分程度に短縮された。編成は、機動車1両客車1両内いは2両が基本で、貨物は1968年まで旅客列車に貨車を1両。 内市は2両並結した混合列車にて輸送された。ただし、通学時間帯の列車に限っては、客車4両の両端に、機動車を各1両連結した6両編成で、運転されていた。全駅1913年11月17日、開業。1913年の開業時には、蒸気機関車3両、特等、波と合わせ作り客車2両。 ナミトー客車4両、有害化車4両、無害化車8両の21両が在籍していた。この内蒸気機関車3両は、ドイツのオーレンシュタインウント・コッペル、アルトゥル・コッペル車の製品を輸入したもので、これら以外の客貨車18両はすべて名古屋の日本車両製造本店制であった。その後、輸送量の増大や、視線開業に合わせて、車両の増備が続いたが、 特筆すべきは1927年3月25日より運用を開始した時1店2と称する日本車両製造本店製の小型に軸、単単式ガソリン動車である。当時対等の兆しを見せていた小型バスをそのまま線路上に乗せたような簡素な外観、構造でメーカーがそのものズバリの軌道自動車と呼称したこの軌道車は高頻度運転により バスへ対抗する目的で導入された。この機動車は導入後大きな成功を収め、同年6月には、増備車2両が、竣工さらに同年10月22日には、機動自動車乗務車勝敗し特許、申請、つまり、ワンマン運転を開始するなど、低コストで高頻度運転を実現する手段として、絶大な効果を発揮した。以後、 心臓及び他社からの譲り受け、あるいは合併した、神高鉄道からの編入により、機動車の増備が進んだが、これらは、戦中戦後の燃料統制で、使用困難となり、一部は、大年化されたものの、結局試作要素の多かったボギー車の星7から9に、ついてはエンジンを下ろして客車化された。この際、既存機関車のフル稼働で全運用をまかなったが、これは、 各機関車に多大な負担を強いるものであった。そのため、戦後、急遽3両の蒸気機関車を購入して、運用を代替わりさせた上で、既存機関車の大規模な修繕を順次行っている。戦後は戦前製機動車のエンジン再搭載によるディーゼル動車化を行い、さらに1955年と1961年の2回に分けて、合計5両のディーゼル動車を新造。 これにより、開業以来の蒸気機関車を全廃した。1971年3月末当時は、機動車8両、客車10両、貨車10両の28両が在籍していた。笠岡駅のホームは一番ホーム北側が発着に、使用されていた。2018年現在は、駅関連施設及び駐車場として使用されている。 カサオカ駅を西側に出発し北側へ大きく R を描いて北上する。路線跡は、軌道撤去後にアスファルト舗装されて、道路として使用されている。県道34号線の西側に沿って北上する。久じば駅あたりまでは、そのまま線路跡が道路になっており、自動車でたどることができる。久じば駅跡は1980年に放火によって、 全焼して失われ、2018年現在は、笠岡中央病院の老人保健施設となっている。久じ場駅跡を過ぎると、しばらく北上した後に、県道34号線とクロスして、東側に抜ける。山陽道笠岡インターチェンジ手前にあった、大井村駅は、何の残されていない。笠岡インターチェンジを北側に抜けると急称、平井駅の建物がある。 その先で廃線跡は、県道48号線と合流している。笠岡市赤戸あたりで廃線跡は、県道48号線から離れて、西側に抜け、笠岡市新河付近では再び県道48号線に合流する。そのまま、笠岡市総であたりまで北上して、笠岡市立北川小学校の前を西側に県道48号線から離れる。 旧非卵笠岡工場前を通り小田川の南岸を西に進むが、この辺りもアスファルト舗装されて、地元民のための道路として使用されている。茨城の子町あたりで、現在の茨線の線路と合流して、茨駅に至っていた。ありがとうございます。